こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。西ブ園記念もいよいよ最終日。決勝戦の予想をしたいと思います。はい、えー、まずは、えー、簡単に結論から。えー、っと、地元で、えー、3連勝、えー。気合も調子もモチベーションも乗っている平原が、 完全部位。最有力だと思います。えー、三谷の絵の23本線に、えー、浅い絵の21、えー。これらを折り返し。それから、あの、筋の浅い、あ、筋の足沢。三谷の後ろを回る、井上。 の2着を、えー、いきたいと思います。そしてですね、えー、もし、あの、中断でもつれましたら、えー、成田ということで、えー、まくってくる平原、えー、成田の後ろにいる和田、えー、9229の折り返しに94。 はい、こちらが、あの、概要です。もう少し、えー、詳しく説明し,していきたいと思います。えー、12レース決勝戦です。まあ、なかなか、あの、豪華なメンバーになりましたね。その中で、あの、107期24歳の新山が、どこまで、あの、この先行有利のバンクで、 自分の力を発揮できるからになります。さて、えー、とご覧のとおりを4分線ですね。でですね、えー、前を取るのが誰かというと、中部の両者だと思います。えっ、ー、と、浅井が、えー、一番者で、かつ、 え、スタート回数が7回と、トップです。まあ、えー、足沢も4回、成田も3回持ってますが、えー、外枠なので、前は取りにくいんじゃないかなと思います。まあ、アサイも、ここで、まあ、ダービーの決勝、平塚をダービーの決勝だったら別なんですけど、 あ記念の決勝、記念ということなので、まあ、すんなり出ちゃうんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、並び予想、公式の並び予想通り、えー、ひ平原の、平原、芦沢、それから三谷、井上と続いて、えー、やはり北日本三者が後ろ回りで、後ろから押さえてくるものと思われます。 さてですね、ま、後ろから、えっ、ー、と、準決勝では先行に言切りを決めました審算、新山。ここも、あの、先手取りに動いてくると思うんですが、ここで気になるのが三谷の動向です。三谷、準決勝戦でも前々に動こうとしてましたし、 中断取りにとどまらない何かを三谷がしていくのではないかと思います。例えば、新山がよ、あの、自分が優勝しようというだけじゃなく、まあ、早掛けするとまくられるんで、ライン三者で決めたいという場合には、最初からフルピッチというのはなかなか難しいと思うんですね、このメンバーで。なので、 緩う場面が出て、どうしても出てきてしまうと思うんですが、そこをあの三谷が叩いたり追い上げたりして、一気に行ってしまう場面あるんじゃないかなと。まあ、叩いたらあのし、新山が3番手でしょうし、 もう一つですね。もしかしたら番手に追い上げて、あの、準決勝11レースの着ぐれみたいに、番手に追い上げて、成田が一瞬離れた隙を、番手を取ってしまうんじゃないかなと。もしくは、あの、前を取って、先に陰切って抑えて、新山が叩いてきたところを強引に成田を飛ばすというのは考えられるんじゃないかなと思います。 一方、アサイとヒラハラはどちらも中断が最終的に欲しい。ここで中断争いになるかならないか。ですね。私は、あの平原が6、ヒラハラが694の後ろを取ってしまいまして、アサイは後方8番手に追いやられるのではないかと思います。 で、えー、新のペースがけでいければ、まあ、成田と言いたいところなんですが、やはり三谷,の三谷がいるだけに、そうそう単純に先手を取って、4コーナーまで頑張れるとはならないんじゃないかなと思います。まあえー、っと,というわけで、 私の方面は平原です。やはり中断を取ってしまえる、浅いより前に入れると。かつ、まあ、三谷と違って足を比較的使わないで回ってこれるんじゃないかなと。ましてや、あの、準決勝戦までの3日間、本当に強いレースをしてきていますから、 やはり、あの、浅い闇帯と比較しても、今場所の平原というのは、あの、上だと思います。まあ、あの、バックぐらいからまくって、えー、決めてしまうんじゃないかなと思います。で、えー、っと、 予想目はこれです。やはり三谷、えっと、3月前半ぐらいまでの勢いは、うん、正直言ってないとは思いますが、浅いよりは、まあ前、前に入れるので、まあどれぐらい足を使うかによりますが、西部園、ちょっと戻ってきてる感じはあるので、 平原まくってくるところを、ひょっとしたら三谷も合わせて仕掛けて、足沢が離れてしまって番手に収まるとか、まあその逆パターンもひょっとしたらあるかもしれないですね。三谷が仕掛けて、そこに平原が追い上げて、というこの2社のマッチレース、2、3、3人を本選としたいと思います。 もちろん、あの、中断がもつれたときに、えー、もしかしたら、平原の後ろ、足座が離れてあ、浅井が番手に収まってしまう。もしくは、浅井が8番手に置かれて、慌てて踏んだときに吉田が離れて、それを逃さない平原が、浅井の後ろにはまる。という、211にもあるかと思います。で、もちろん、足座が離れなければ筋の28でしょうし、 あとは、まあ、三谷は必ず一度は仕掛けるでしょうから、三谷が足を使った時の井上。まあ、井上の場合、もし三谷が、あの、審査を叩いて、奇襲選考を決めてしまった場合は、あの、井上が番手絶好になるので、まくってくる平原。 と、あの、井上というのはあると思います。まあ、ただ、平原、何としても優勝したいですからね。2332211も含めて、折り返しは、目は少ないかとは思います。また、浅井も本当に中断こだわるんでしょうかね、っていうのはありますね。三谷は切って、はま、何も来なければ、 はまれるでしょうけど、それを黙ってる平原ではない、ないとは思います。なので、三谷はどうしても縦の競争をして、浅井は、後ろをかえても足を溜めて、えー、巻き返す競争なんじゃないかなと思います。まあ、もしですね、中断でこの1、2番、2、3の3者がもつれてしまった場合は、えー、やはり、あの、 先行、先手を取ったラインが有利な西ブンなので、新山が4コーナーまで持ってしまって、えー、っと、その番手にいる成田の、えー、成田が絶好だと思います。その場合、やはりまくってくる、えー、充実した平原は折り返しで必要ですし、 成田の後ろにいる和田も2着なら必要だと思います。まあもっとも、新山が先手を取っても、その後ろ成田がすんなり回れている保証は、三谷がいるんでそん、まあ平原もいるんで、まあそんなにないのかもしれません。はい、えー、以上。 西部園記念決勝戦の予想を送りいたしました。果たして、あの、平原が、この校長,校長維持のまま、あのー、完全優勝を決めるのか、他のラインが、あのー、どう対応するのか、あの楽しみなレースであります。はい。えー、ゲーム動画でいこうでは、チャンネル登録者を、 増やしたいと思っております。タイトルの右側にありますチャンネル登録ボタンをぜひ押してください。チャンネル登録者数増やしたいと思います。ブログやツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しております。よろしければアクセスしてみてください。はい。こちらは画面に流れてます。 関連動画、関連動画プレイリスト。最後20秒で4つボックスが流れます。よろしければ、お時間がありましたらそちらもアクセスしていただければ嬉しいです。はい。えー、西部園記念、決勝戦の予想をお送りいたしました、えー。ここまでご視聴いただきありがとうございます。ゲーム動画でいこうでした。